余るほど空いていますね。防護服として着ていますね、地下鉄の中で。でも地下鉄はもう人ガラガラですね。今の時間は朝9時20分ですけど、上海地下鉄1号線です。なんか地下鉄の間隔が今5分ほどになっていますね。ニハヤスです。ロックダウン中の中国大都市の上海、地下鉄幹線の1号線に乗ります。本当はですね、今通勤ラッシュの時間になっているはずだと思うんですけど、普段は缶詰の地下鉄1号線に席が余るほど空いていますね。この方はカッパを防護服として着ていますね、地下鉄の中で。ここは上海の副都心の徐家汇なんですけど、朝の通勤ラッシュ時間帯なんですが、まあ、車はそれなりに走っているんですけど、普段よりは全然空いていますね。マークを買いました。マークで朝ごはんを食べようとしましたが、イートインができなくて、もうテイクアウトだけですね。もう私がもうマーク食べるのはもう3週間ぶりですね。もう前はほぼ毎日というか、出勤するときにこれは安くて便利だからよく食べてたんですけど、今私の家の近くのマーク、以前動画にも出ていましたけれども、もう営業閉まっていますが、わざわざここ徐家汇の大都会商業センターでマークを買うことにしましたけれども、やっぱりイートインができなくて、もうこの歩道橋で食べることにします。はあ、もうマークのコーヒーは美味しくないですけども、久々ですね、もう食べるチャンスがなくて。最近上海ロックダウンの状況を皆さんに、私個人的に経験したことを紹介したいと思います。私の家はですね、3月の中旬からもうまずは48時間、いわば48時間ですね、実際は2日以上家が閉鎖されて、2回 PCR 検査を受けました。それからですね、もう解放されるではないかと思ってて、全員の陰性結果が出たらさらに2回48時間、2回 PCR 検査を受けてくださいという封鎖が始まって、まあ、合計5日間ぐらい家から出ることができなかったですね。で、中国の上海の友達とかはみんな同じ状況が、まあ、私のように 4、5 日封鎖されているうちもあれば、1週間または2週間封鎖されているお家もあると思いますね。もう私は家に封鎖されている時はもう食べるものも、1日目はパニックだったので、あの出前を注文しても全然来ないし、野菜市、野菜を買うにもデリバリーができなくてもう困ってたんですけど、まあ、家には少しは食料はあるんですけど、あの困ってはいなかったんですが、まあ、2日目ぐらいからは、まあ、配達が来るんですね。それからですね、毎日も出前を注文して食べることが問題なかったんですけれども、本当にですね、解放されて家から出たらですね、もうあれですね、もう街がガラガラになりましたね。どこも人がいない。今日はですね、私がようやく解禁されたので、ちょっと上海の街のランドマークのところを回ってみたいなと思います。皆さんにですね、今のロックダウンという言葉は正しいとは言えないんですけれども、順次にですね、それぞれ皆さんのお家を封鎖される措置が取られていますね。大半の市民が家に閉じ込められて出られない上海、国際大都市の現在はどうなっているかを、この動画で皆さんにお見せしたいなと思います。ではレッツゴー。後ろの建物を皆さん覚えがありますが、日本人の方が上海おなじみのオークラガーデンホテルです。もうホテルはですね、今レストランとかも営業中止しているらしくて、もう客室は営業してるんですけど、昨日私ですね、ニュースで見たんですけど、
おそらく皆さんが上海でよくご存知のシャングリラホテル、プートンシャングリラホテルもなんか隔離施設として徴用されているらしくて、950室の客室が全部ですね、あのコロナの感染者の収容施設になっているらしいですね。今から私はですね、オークラガーデンホテル、おそらくご旅行とかで、オークラガーデン、からご散策出る時には皆さんが今の通り、右の方が、私の右の方がですね、ガーデンなんですけど、ガーデンホテルと呼ばれてますね、を沿ってですね、あのこの先にある繁華街であるワイカイロですね、もう上海のなんていうかな、原宿、もしくは上海2番目の商店街のワイカイロの商業通りに行きたいと思います。昔ですね、もしご旅行とかでオークラガーデンホテルからご散策になる場合は、この通りは絶対一度通ったことがあると思うのですけれども、で今は、まあ、平日は平日なんですけれども、お時間帯はもう昼頃になっているんですが、本当はですね、この商店街が、お店で人がにぎわう時間帯のはずなんですけど、街の様子を見に行きましょう。で、オークラガーデン出たところに、ここに地下鉄駅があって、この先にはイケ、ユニクロがありますね。まあ、上海の旗艦店、一番大きいユニクロではないですけれども、オークラガーデンからすぐのところにあるユニクロですね。ユニクロに入店します。干什么？说什么？核酸检测报告。核酸检测报告。多久的呀？从17号到23号。PCR 検査、好。さあ、私は持っていますね、PCR 陰性報告書。こういうユニクロ結構大きいですね。あ、これ日本で買っていたやつ。レジは一人だけですね。ここはワイカイ中路のオークラガーデンホテル前の繁華街ですけど、上海2番目と言ってもいいぐらいの繁華街ですね。お店の前はあまり人がいないですね。この地下鉄の10号線は無人操縦ですね。銭湯に行くことができます。これ運転士がいるんだけど、まあ、あの車内でパトロールしてますね。We are at 老西門。今から向かうところですが、皆さん見慣れていますが、過去は私の動画にも映っていましたが、上海に来たことがある経験があれば絶対お分かりになると思いますが、上海の夜に行きます。もうガラガラ誰もいないね。皆さん、この後ろは上海の浅草にあたる夜園商場です。営業中止しています。もう誰もいないですね。上海の浅草の夜園ですね。ここのエリアの全体が閉じ込められているので、どこの店もやっていないですね。これ入り口も閉じていますね、夜園商場。ここの屋台も全部閉じていますね。どこも営業していません。ここは夜の裏道なんですけれども、
もともとは、上海老街と呼ばれているところなんですが、もう取り壊されることになっているので前から。それでですね、お店が出してもらって、追い出してもらって、で建物だけがこれから壊すんで、壊すまでが、まあ、コンクリートでですね、セメントでドアを塗り付けていますね。ここはですね、過去上海の下町、活気あふれる町だったはずだと思うんですけれども、今はですね、もう住んでいる人たちがもう追い出してもらっているので、都市開発の予定のはずだと思うんですけど、ただ壊すまでお時間がかかるんですね。昔はですね、ここはですね、たくさんの屋台が置いてあった場所なんですけれども、今はですね、何の商業施設もないですね。住んでる人たちもいなくなります。皆さん、これ桜じゃない？桜だよね。桜咲いています、上海も。この後ろは上海タワー、中国一の高いビルですね。上海タワー、後ろに上海の森ビル、ここは上海のワイタウンです。私の後ろはワイタウンの遊歩道ですけど、人影がいないね。で、ここ遊覧船が止まっているんですけれども、もう今運行停止していまして、上海最も有名なナイトクルーズ、皆さん上海にご旅行に来られた経験があれば絶対乗ったことがありますね。これプートンの超高層ビル群です。上海のワイタンですね。皆さん見覚えがありますでしょうか。ここの広い遊歩道に従業員以外は誰もいないね。これは上海の旧プートン発展銀行、あ、今でもプートン発展銀行ですけど、旧香港上海銀行ですね。上海の青函の時計台です。このレトロな建物、上海の和平飯店ピースホテルですけど、ここからは上海の南京路歩行者天国で、人が多い時に、めちゃくちゃ人が多い時に歩道を、歩行者を止める用の柵になってるんですけど、まあ、今は使われてないですね。今からですね、あの南京東路歩行者天国に行きますね。これはオミカのお店とかですね。もうこの商店街に誰もいないですけれども、で今ですね、あの上海の百貨店とかデパートの商業施設なんですけれども、入店にはですね、 PCR 陰性証明書が必要な ところもありますが、でオフィスビルとかはほとんどはですね、在宅勤務、テレワークを推薦されているんですけれども、まあ、推薦というかですね、大半私の周りの友達の会社はですね、みんなですね、オフィスビル自体が閉じ込められているので、結局ですね、皆さん出勤さえはできなくなりますね。で出勤ができるオフィスビルとしても PCR 陰性証明書が必要とか、もしくはですね、もう皆さんが一番怖いのはですね、いつか出勤した日に突然ですね、オフィスビルが閉じ込められてしまう場合もあるんですね。急にですね、ビル全体が閉じ込められて、で会社の事務所で48時間72時間とか、閉じ込められることがあるんですね。それは PCR 検査が、チームが参りますんで、ここお店が全然やっていないんです。ここ一軒だけお菓子屋さんはやってるんですけど、あとはシャッターが閉まってますね。上海の大丸百貨店です。ちょっと入ってみますね。これはスキャンしないといけないですね。おお、自動的にですね、入ってきた人の体温がそれぞれ表示されてますね。これは1階の化粧品売り場ですけど、デパートはやっているのですが、客があまりいないね。これやってる意味がどこにあるかわからないですけれども、やっぱりやらざるを得ないところもありますね。
大丸百貨ですね。これはデパートは綺麗ですけど、各フロアをそれぞれ見ると客の影がまばらですね。エレベーターも誰も使っていないし、エレベーターも動いてないね。この先制服を着ている人たち、制服というかサービス業ですね。このデパートとかやってるところの従業員が毎日1回もしくは2日に1回に PCR 検査を受けている、 PCR 検査を受けています。もうデパートの店員さんとかの制服を着ている勤務中で PCR 検査を受けに来ましたね。このバス停は上海の2階建ての観光バスですね。ここも書いてあるんですけど、運行停止しています。この交差点なんですけど、南京東路歩行者天国ですね。上海で、まあ、東京だと新宿のスクランなんかスクランブルな、なんというか程度の人流れのあるところのはずなんですけど、今はこんな感じで道を渡っていますね。で、渡ってきたところに南京東路歩行者天国のスタートになります。皆さん、過去上海に旅行に来られた経験がありましたら、まだ見覚えがありますでしょうか、この看板で。南京東路の歩行者天国は今や中国随一の繁華街。私は過去ですね、ツアーガイドやるときにはここは上海の新宿ですよとか、言っているのですけど、銀座ですよとかと言ってるんですけれども、語源でチンチン車に乗ることもできるんですけど、今も運行停止していますね。私はですね、ツアーガイドやるときには、まあ、上海は街、活気あふれる街だよとかで皆さんに紹介しているはずだと思うんですけど、もう今の様子から見るともうほぼ嘘のような案内ですね。ここは中国ナンバーワンの商店街って皆さんと言っても信じられると思われますでしょうかね。ちょっと店がやってるかどうか見てみますね。ここはこの店はロープを引いているのですけれども、閉館ですと書いてありますね。向こうを見に行きますね。向こうは総合的なデパートだと思うんですけれども、こう様子から見るとシャッターが下ろされているので、営業停止していますね。この辺の店も南京東路歩行者天国とはいえやっていないですね。で、向こうにちょこっとやってるところもありますね。あるところありますね。例えばここのスワッチの店はやっていますね。隣はやっていないですね。ここのデパート見てみますね。なんかやっていないような気がしますね。いや、暗いから絶対やっていないと思うんですけど、11時から18時と書いてあるものの、もう営業しているはずですけど、中は暗いですね。我也不知道，怎么会进不去了嘞？この方も迷う、困ってますね。で、隣の扉を見てもみんなシャッターが下ろされていますね。ちなみに、学校なんですけど、今回はですね、上海のコロナの感染拡大でですね、もう学校は前から
前からというか、ですね、もうあの学生、中小学生は全部お家で、学校が休校になってきて、お家でオンラインで勉強を続けることになっているらしいですね。だからあの子どもの姿も見えないですね。もうお家でお勉強している。しかもお家を出ることもできないですね。このホテル、昔上海旅行に来られたことがあるんだったら、ソフィテルハイランド上海、旧ソフィテルハイランド上海なんですけど、今はラディソンコレクション ホテルに、変えました。これはですね、上海の南京東路歩行店に、のど真ん中に置いてある5つ星のホテルですね。ホテルは改名しましたけれども、下にあるハーゲンダッツはまだ残ってあるのですけれども、どうもやっているようには見えないですね。やっていないですね、ハーゲンダッツも。じゃあ歩行者天国じゃなくて南京東路の近くなんですけど、この下道をあの気軽にですね散策してみますけれども、飲食店が閉まっているし、この飲食店が日本料理とかやっていますね。前はバイクが止められているんですけど、出前を取りに来ていますね。私はどっかでご飯食べるところあるかな。この先は牛肉麺が、牛肉麺があるんですけど、ちょっと注文してみます。あ、どうもイートインができないですね。只能打包是吧？打包。给我个小份的招牌牛肉面。哦，私今上海南京東路歩行店にあるんだけど、どこにもご飯食べるとこなくて、もうさっきの牛肉麺で牛肉食べてベンチに座って食べようかなと思います。ちょっとマスク外しても警備員に言われるかな、わかんないけど、急いで食べましょう。もうこの後ろも営業停止中のデパートですね。ちょっと食べるとこないからさ、こんなところで。歩行店なんだけどね、中国随一の繁華街。あー、熱い。こんな感じの牛肉ラーメンです。これローカルの店で買ったんだけど、18元ですね。中国随一の繁華街でご飯食べるところないって思わなかったね。こちら上海の新天地です。おお、上海の新天地もお店の前に大きな紙が書かれているようですけど、マスクをつけてくださいとか。で、本当はですね、この季節は陽気ポコポコで、もうテラス席でいっぱい外国人の方も食べていると思うのですけれども、新天地で飲食エリアですね、上海の赤倉庫、赤レンガ倉庫みたいなところで、おしゃれなところなんですけど、こういったテラス席は今も使えなさそうですね。で、イートインもできないと思うのですけれども、出前だけがなると来る人いないね。もうテラス席も使えないね。もう椅子がこの状況使えないというか、店そもそもやってないか。おお、ここのカフェショップがやってるというか、人が座ってるんだけど、コーヒーはどこから持ってきたのかわからない。どういう措置取られているか見てみましょうね。閉店って書いてあるね。で、閉店って書いてあるけど、閉店だから椅子が管理する人がいなくて、皆さん自分で持ってきたものをここで食べてるね。店がやっていないですけど、皆さんはそれぞれですね、どっかで出前とかテイクアウトで買ってきたドリンクとかを持ってきて食べているんですね。いや、意味がないね。ここ上海の新天地ですね。
もうなかなかお店が強制的に閉められているのですけれども、結局お店が閉めたから、あのお店の前のテラス席が皆さん勝手に座り込んで自分で持ってきたものを食べてるらしいですね。この向こうが閉じ込められているのですけれども、なぜでしょうね。おそらく陽性者が住んでいるエリアじゃないですか。でゴミ回収の方も防護服なくてカッパで回収していますね。ここから立ち入り禁止になっているのですけどね、この先は防護服を着ている方が座って守っています。こういった警戒線を、警備線を作られてて、もう入ることができない、出ることももちろんできないですけど、まあ、食料、ご飯を食べるものは出前とかで届けてくれると思うんですけどね。こう街のあちらこちらで時々ですね、事前予告なしで突然閉じ込んでて出ることができないことがあちらこちらで発生しているので、私のお家もそうなんですけれども、大体夜の0時からですね、急に閉じていますね。さっきのような状況ですね。こういったオフィスビルは普段ですね、この時間帯は皆さん昼ご飯食べに出てきているはずなんですけど、オフィス時代がほとんどの会社がやっていないじゃないですか。皆さんをテレワークさせる理由なんですけど、ほとんどのオフィスはですね、ここで働いている人の中に誰か一人陽性者、もしくは濃厚接触者と判断されている場合は、急にですねオフィスを閉じ込んでみんな出れなくなるというのが嫌なんですね。もうお家で閉じ込められているよりオフィスで閉じ込められた方がもっと嫌ですね。小学校ですけどやっていないですね。学生さんはみんなお家でお勉強しています。おお、おお、ここ人多いですね。町にはどこにも人がいないですけど、こんなところに集まっていますね。どういうところかというと、病院ですね。病院はしばらく閉じたので今営業再開してめっちゃ人が来ていますね。やっぱり中国はゼロコロナってこういう背景がありますね。病院がそもそも混んでいるから、コロナで患者さんが増えると大変ですね。これ病院に入ろうとしている患者さんの方ですね。もう街がバラバラですけど、これはですね、みんな病院に入ろうとする人たちですね。でも病院でも PCR 検査やってるね。こちら病院の出口なんですけど、さっきは病院の入り口だったんですね。もうめっちゃ人が多くて、やっぱりですね、こう中国はそもそも病院が足りなくて、コロナで急に患者増えると困るから、ゼロコロナって実施してるじゃないかという背景もありそうな気がしますね。ここはもともと公園だったんですけれども、今 PCR 検査場になりましたね。でも PCR 検査場といっても今検査する人がいない。本来ならですね、公園でお年寄りの方たちが太極拳をやったりする場所、ここ大倉ガーデンホテルの近くなんですけれども、やっぱりですね、上海、中国ではですね、コロナが感染を陰性をするためにはですね、あの公園までも閉じていますね。あの年配の方が集まる場所になるので、まあ、屋外とはいえやっぱり閉じるようにして、みんなが家から出ないようにしていますね。本来ならば一番綺麗な春を迎えるべきの時期ですね。今公園も閉じていますね。あそこも綺麗な花いっぱい咲いていますけど、え、これ物乞いの方、私は上海でも何年も見えていないですね。ちゃんと QR コードも準備しています。交通事故発生しました。もう勝手で道を
渡った人とぶつかりました、おばあちゃん。でもね、本当は病院はさっき私が見たところにすぐのところにあるんだけど、もう救急車を待たないといけないですね。じゃないと、もう病院前がめっちゃ並んでるから、 PCR 陰性証明書がないと病院に入ることができないから、もう救急車を待つしかないね。さっき事故のあった車はまだそこに止まりっぱなしにしていますね。警察官の処理を待っていますけれども、ということで今回の私が上海からお届けしました現在の上海の様子の動画です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ここ百盛パクソン百貨ですね。それも営業中止になっています。営業中止ですね。お人たちが撤去して別の重点地域、他のところに移ったらしいですね。